こんにちは、ドラゴンワールドの武士とヒラスイマックスへようこそ。ということで本日もバウンティーラッシュやっていくんですけども、皆さん、5月21日日曜日、アニメワンピースゾロ VS キング最終決戦ご覧になりましたでしょうか。いやーね、本当にもう原作、私毎週ね、ジャンプをね定期購読していて、ワンピース最終まで読んでいるんですけども、もう1年以上前かな、この話を読んだ時にはね、もう本当に神作画で来てほしいという話をねずっと友達としていて、もうそしたらね、もう本当に今回ついにアニメでね放送会がやってきて、もう本当に期待をさらに上回る120点の神作画で来てくれましたということで、今回ねその子でね登場したキング、まあね、そのアニメワンピースではそのこのねマスクを脱いでルナーリア族アルベルとして戦っていたんですけども、本日はこのキング使っていきたいと思います。でメダルは一応あんまりねそこまでかな、攻撃力 14%、 攻撃力 18%、 110回得の体力 18% で、同等メダルですね。そして佐々木メダルと、佐々木メダルこれねタグあんまりね抽選特性あんまりよくできてないんですけど、このこういう特性、自分がいるおったかりエリアに味方がいないとき、スキル1のクールタイム短縮速度 10% 増加するということで、かなりね、スキル1、このね、海の目的となる連発して、敵を吹っ飛ばしてお宝ダッシュできると思うので、とりあえずね、もう第1戦目、早速行っていきたいと思います。それでは1戦目、レッツゴー。はい、ということでね、第1戦目やっていきたいと思います。では、本当にね、マジでね、多分もうすぐね、ネットフリックスとか多分ね、放送されて TVer とかだともうね、出てると思うから、マジで見てない人はね、最新のアニメマジで見てほしい。本当にね、もう映画超えてるレベルの神作画だから、本当に。ということでね、今回はね、ちょっとね、まあ、ルナーリア族はね、防御力が結構重視なんですけど、今回ちょっとね、ゲッター目線のね、ゲッターとしてお前は俺に勝てねえっていうところで、今回ちょっと旗出しして、とりあえず最初に裏取りしていっちゃおうかな。でも今回の試合はもうね、まずキングの今回のゲームとしてのね、もう特徴を生かして、もう肩ダッシュしまくるっていうね、ムービングでいきたいと思います。でまず1個取っといて、いやでも本当にね、マジで神作画だった。てかなんか、今までで一番神作画だって言える理由が、もう終始だったんだよ。いて。で、終始、もうずっと最初から最後まで神作画だった。いや、本当にそれがすごかったね、マジで。いやだから今まででね一番だったんじゃないかな。てかもう皆さんアニメでも原作読んでる方は多分アニメでも死ぬ前にアルベルの素顔ね分かったと思うんだけど、キングの素顔か。いやほってアルベルイケメンすぎるんだよなマジで。いやワンピースってな、今までなんかかっこいいキャラはいたんだけど、なんかあそこまでちゃんとかっこいいキャラっていなかったと思うんだよね。だから結構みんななんか海外の反応とか自分見るの好きなんだけど、なんかもうカウンターか、もうなんで死んだか一瞬分かんなかった、普通に話してて。いやもう本当にだからなんて言うんだろう、その今まで正統派イケメンみたいのいなかったじゃんワンピースに、なのにここで出てきたと。いや本当に多分ねめっちゃキング好きになる人多いと思う。でキング好きになったのに、まあ、最初から負けてしまうと、キングせっかく好きになったのにって感じだと思うんだけどね。いやでも本当にね、いや危ない、オッケー吹っ飛ばしといて、またハッタダッシュしていく、裏の方がいいかな、 B 旗取っていこうかな。よしということで、いやでも本当にねアルベル超絶来るんじゃないかな。いやなんでかっていうと、打ち入りゾロの時点で、いやまあ、作品の話になるんだけど、打ち入りゾロの時点ではさ、ゾロって多分ね、ゾロの覇王色の色って緑色なんだよね。なんだけどその多分アシュラって覇王色まとってんだよ、カイドウにも傷ついてるし、何よりアシュラが緑色のオーラ、ま、持ってるからね。だからあれ覇王色なんだろうけど、アシュラって青色まとった攻撃なんだろうけど、そのね単純に打ち入りゾロの時点でまだキングに多分勝てないんだよね、アシュラが一発になっちゃってるから、その渾身の。だけど炎王ゾロも多分超絶来るから、それとギリギリの戦いだった、まあアルベル、まあ、ルナリア族とアルベルとして来てほしいっていうのはあるね。まあ、キングとしてもう一回超絶はないと思うんだけど、まあ、キングとアルベル一緒なんだけどね、一緒なんだけど、キングアルベルとして来てほしいな。 OK やっていくということで、ちょっと結構いいムービングしてんじゃない、さっきから話しながらだけど。これで旗取ったらね、なんかもう6個ぐらい取ってなかった今俺で、ここで取っていく7回ぐらい取ったんじゃない、旗
はい、ということで、小鳥で勝利ということで、一発目から絶好調でした。ね、全然今ゲームの動きについて触れられなかったけど。はい、じゃあもうね、2戦目早速行きましょう。はい、ということでね、第2戦目やっていくと思う、やっていくんですけども、地獄絵図ですというか、今日は12月31日かっていうね、ロジャーの誕生日かってぐらいね、ロジャーが3人いるんですけど、相手に。まあ、とりあえず2試合目やっていきたいと思います。いやーね、本当にね、アルベル 4.5 周年で来てほしいんですよね。いや自分ちょっとね、前回ね、ゾロの動画出したと思うんですけど、あんまね、もし見てなかった方はね、もしよかったらご視聴お願いします。ということで、まあね、2戦目、はい、スタート。ということで、今回も旗取りムービングで行くんだけど、まあなんていうか、その、ゾロが4周年で来ちゃったせいで、その、炎王ゾロが 4.5 周年で出せるかわかんない。その、クイーンは調子で来ないと思うんだけど、サンジは来ると思うけど、その、なんか、アルベルって、ルナーリア族、これからの物語にもめっちゃ重要な立ち位置してるから、結局、調子で来ても、いやなんかキャラスペック的に全然調子で来れると思うんだけどね。オーブリエン、弱化していく。ここでぶち飛ばしていって、痛い痛い痛い、やめて、うわ、いやもう怖い。でもうなんでもう 3人いるよ。カムサリ怖い。カムサリ怖い。弱化していって、一発になって、もう一体に、もう一体いるから、いや、もう、いやもうなんなんもうほんといじめやんもうなんでロジャーさそんなもう普通にやばいってなんでそんなさ B 肌固まってんの B 肌 D 肌かこれいやマジでほんとにということでもう一回出撃していくんだけどいやだからほんとにねアルベルがねもう一回ね、その超別に来てほしいんだけど、4点、なんか出るなら多分炎王ゾロと一緒に出てくるから、ちょっとまあ、な2週間ぐらいね、時間はずれるかもしんないけど。いや、でもアルベルどうだろう痛い。ちょ、なんか怖い。ちょ、怖い、なんか。え、だから、もう、うわもう、いつも喧嘩してくるや、もう。こいつら強かった、なんかもう正直さ、俺今。もうなんかロジャーならもうキングで余裕だと思って普通に余裕で話しながらやってたんだけど一旗でやばいんだけど普通に負けそうえちょっと待ってちょっと真剣にやるんだけどいやもう今までも真剣だったんだけど普通にちょっと待ってオッケー吹っ飛ばしといて大丈夫怖いよ痛いもう弱体じゃないのか今のもう飛んでる間にカウンターされたらシュッてもうてかもうどうすんねんこれもうなんで3回目の出撃じゃあ4回目の3回目の出撃だよねこれねやばいって普通に何回死んねんってんの特攻タイムになってるやん普通にもうキングマジで毎回死にになんか特攻しててさえもうカウンター溜まってないよね痛いカウンター溜まってんねんもうキングゼロ戦じゃないって普通におかしいやもうマジで意味わかんねえもう今第二次世界大戦これほんと太平洋戦争中じゃないってはいってことでもうマジで30秒しかない負けるのやだ負けたくないですマジでということで一回飛んでいこうか待って本当に怖い痛いもうもうあらもう九州やもうゾロで行きたい待って小鳥さんいっちゃった4人飛ばして旗取るいやいや